こんばんは、テレビプロデューサーの佐久間伸之です。乃木坂46の山下瑞希さん、井沖真まおさん、一ノ瀬みくさん、お疲れ様でした。2024年5月8日水曜日、この時間私佐久間伸之が日本放送からお送りしてまいります。えー、ゴールデンウィークが終わりまして、えー、有意義に過ごせた方、そうでない方、いろいろかとは思います。佐久間的には先週ご報告した通りですね、ダンボールカッターを手に入れたことで、あの、マグネットで貼れるやつね、 クオリティオブライフが飛躍的に向上したんですよ。で、やっぱ俺のプレゼンを受けて、あの、オールナイトのスタッフがみんな買ってるっていう。<laughs> あの、荷物を受け取っても玄関で段ボールをささっと開けて中身だけ部屋へ持ってく。このトコジラミとかね、いろいろ言われてる時期に段ボールを部屋の中枢まで侵入するのを防ぐ。タワーディフェンスで言うと一番大事なディフェンスで、これ。第一次を突破されないんだから。それを発見したゴールデンウィークです。 で、ゴールデンウィークが終わると5月病のシーズンがやってくるんですよ。4月に新しい環境になってメンタルを削られ、ゴールデンウィークで休みになって緊張の糸が切れ、5月から再スタートが切りにくくなるってね。これあるあるです。大体ですね、あの、最初に配属される AD さんとか、あの、の場合ね、テレ東の、例えば、研修が終わって4月の末に配属される。ただ、なんかゴールデンウィークは、まあ1年目だから休ませるかみたいになるわけ。 で、ゴールデン、まあ、ゴールデンウィークはいいか。普通の番組だと休みなかったりするんだけど、まあまあいいかなって。ゴールデンウィーク休みないよなって。俺たちは働くけど、みたいな感じで休んだ後の AD の。どっちかね。充実しきって頑張りますって買うと、ああ、やっぱ社会人ってやだなっていうか <laughs>、どっちかに分かれるの。どっちかに分かれるんですよ、これ。今年はどっちかなと思いながら。それを見てね あ、今期は飛んだ AD さんまだいないです。はい。っていうかね、あのー、ゴッドダンの AD さんとかは、もう、曲の、曲の AD さんいないのよ。塩プロっていう制作会社の AD さんなわけ。で、塩プロの AD さんたちは、もう、その、お笑い番組をやるために入ってきてるわけじゃん。だからね、その、局員と違って迷いがないから、そんなにやめない。<laughs> もうほんと。うん。辛いの知ってるから。もう知ってる。あの、ダウ9万のハスミ君が唯一履歴書を出してた制作会社、塩オプロ <laughs> <laughs> あの、ダウ9万にやれなかったら塩オプロに就職しようと思ってたんだって。だから、ハスミ君がゴッドタウンの AD やってた可能性もあるんだよね。うん。いや、ほんとになんか資料集めて出したらしいよ。なんか、いや、落ちたっていうか、多分そ、その、受けなかったかもしれないね。 あの、なんか、そう、そんなこと言ってたよ。唯一履歴書書いたのシオポロですって言ってたからね。で俺、細かいところ、いや、落としてないんじゃない言ってたらやってるでしょ受かってるでしょ多分。あの感じ。うん。<laughs> バーベキューで最終面接をするというシオポロね。<laughs> バーベキューで、あの、高いっていう、あの、言った、この話だよね。高いっていう細表の優しいディレクターに、が、 あのこっそり入っててそいつに舐めた態度を取ると落ちるっていう <laughs> トラップ <laughs> トラップがあるという <laughs> 塩風呂の面接をくぐり抜けた AD はなかなかやめないですよ <laughs> 仕掛け人高い <laughs> ちょっとね細表で、まあ、あのよくゴッドダウンのドッキリの仕掛け人最近やってるやつなんだけどまさかね面接仕掛け人もやってるんですけどね <laughs> えー でですね、あの、佐久間はこういう時ないんですよ。あの、メンタルが、大体い一定疲れてるとかあるけど、あの、疲れてるとか不機嫌だったり、ケンションが高かったりすることもないんですよ。メンタルが安定してるっていうより一定これ不気味です。これあの、やっぱ剣道やってたからだと思うんですよね。<laughs> 俺、基本的に奥さん、妻にも言われてるもんね。機嫌悪い時この20年間別にないよね、って。うん。上もない。上もはしゃぐもあんまりない。 うん、本当に言って。だから、あのー、ないけどつまんないよねって思えば。っ <laughs> ては娘にも言われるけどね。で、機嫌の上下は全くないです。本当に。で、これ、ね、本当に信じてもらえないんだけど、20年間、25年間か。AD さんに怒鳴ったりとかもない。もちろん暴力なんかないし。これだけはね、どこ、どこの証言取ってもらってもないんですよ。本当。うん。だって、ほら、なんかね、 斎藤がここで鼻ほじってたとしても昔あった事件とかあったじゃないですか。なんだっけほじってはない。<laughs> 鼻ほじった手で球振ったことあっただろう、一回だけ。鼻かいただけです。うん、鼻をほじる勢いで球出したことあるだろう。<laughs> その時もん鼻くそをこっちに飛ばす感じで球を振ったことあるだろう、一回。<laughs> あとですね、あのー、メンタルが落ちてるっていうか、あの、仕事でうまくいかなかったな、みたいな時も、メンタルはもう落ちないんだけど、やっぱりその、悲しくはあるじゃん。あのひそ、人には当たんないけど。その時はもう大体、あのー、ハイローかクローズ見て寝るんで。<laughs> ビール飲みながらハイロー、ハイローシリーズかクローズを見るんですよ、俺は。あのー、不良の、不良たちの、なんか猿山の争いみたいなのを、あの、ビール飲みながら、結末知ってんじゃんか、かな。 お前が勝つよと思いながら見て、あ <laughs> あ、うんうんうん、って見ながら見て寝るっていうので大体機嫌治るんでね。 あとですね、メンタル落ちてる時にお勧すすめできるか微妙なんですけど、あの、今日から YouTube のノブロック TV で大型企画が配信されました。こっから、あの、に、一週間かけて3話配信されます。バトウラっていうですね、村一軒丸々借り切って、エキストラも全部配置して、リ,リハを死ぬほどやったあげく、あの、企画を知らずに読んだ和アンジャッシュ渡部さんと、えー、マミー酒井と、カカロニ栗谷と、あとは、 遅れれてて合流するるの渡辺ささんが村人全員に罵倒され続けるっていう <laughs> 徐々にその村の全貌が明かされていくっていう謎のストーリー。あとこれに、これね、ちょっと、ね、英語版見てほしいんですけど、英語の吹き,吹き替えついてるんですよ。なんかここは吹き替えなこの映画の吹き替えついてて、その英語の吹き替えが結構めちゃくちゃ悩んで、その要はお笑いじゃないお笑いのツッコミとか誰が役せんだと思った結果、英語ができる芸人にやってもらおうと思って、 だからちょっと吹き替え見てほしいんだけど、その、誰が誰だったっけなあのー、えー、カカロニ・クリタニ、アイク・ヌワラとか、<laughs> <laughs> アイク・ヌワラとか、トンツカタン・モリモトとか、あとは、あのー、カモメトル・ウダイさんとかが吹き替えやってくれてんのよ。じゃないとニュアンスがわかんないから。 うん。ってなってるから、その吹き替えが異常なことになってんだよ。<laughs> あ、渡部さんの吹き替えがカボメンタルう大さんだったりするっていう。ちょっと早く <laughs> ちょっと俺忘れちゃったけど、そういうメンバーでやってるから、英語の吹き替えもね、ぜひね、見てほしいと思いますね。<laughs> あのー、これはメン人は選ぶかもですけど、もしかしたらメンタルが安定してる時じゃないと耐えられるないか,かもしれないですけど、まあ、スカッとする場合もあります。 でですね、あの、ここでですね、あの、ちょっと一個乱入の情報が届いてるんですよ、なんか。<laughs> あのー、カメラ、17見てる人はカメラの向きで分かってるのかもしれないですけどね。オールナイト日本一部に出演されてた山下美月さんたちが、えー、乱入してくる予定だと聞いてるんですけど。あの、ああ、いらっしゃいました。ああ、どうもどうも。は、あ、初めまして、初めまして。初めまして。 あ山下美月さんと、伊おき真央さんと一之瀬ミックさんのお三人があの来ていただきました。お座りくださいあ,あのー 初対面の乃木坂が来たのは初めてだけどね。人とも初めてですもんね。え、あすいません、そんなあ山下さんも初めてですよね。そうですね、意外と。僕、あの、カップスターの CM の時一に1回お仕事したことあるんですけど、その時は、あいやいや、座ってましたそうそうそう、あの、斎藤飛鳥さんとか、そうさんよね他のメンバーが、はい、加輝さんめまして、はいらっして、いらっしゃったということは、ありがとうございます。 いらっしゃったということは写真集を出し出されたんばそれといいですか本当に高齢にするのやめてほしいんで,すよ高齢なんですけど持ってきちゃいました <laughs> あ,ありがとうございます<と>山下さんがセカンド写真集のヒロインというあのー、<laughs> 俺乱入するっていう情報だけ聞いてたんですけど、はい、ラストあんなに綺麗に卒業の話したと。<laughs> 締まっちゃってきれいに締まったと、ここに来るのか、本当にと思ってましたけどあと、日刊スポーツ、私の卒業特大号が発売されまして、卒業特大王、そうなんですよ、ぜひぜひ飾ってください。山下さん、あの後輩二人はどういう理由でここに来てるんですど。 ご紹介いただけるってことですねちょっといおキマオと一ノ瀬ミフっていうんですけど特にマオは YouTube を佐久間さんのお見どこ TV 大好きでありがとうございます僕この間あれ見ましたよあのいとこと一緒にあの一泊一泊じゃないの乃木坂配信中と日向坂のやつあ正源治さんでしたっけとお二人で行ってるやつをたまたま見ました 嬉しいなんかも私からするとすごい芸能人っていちょっと待ってよちょっとそっちが突っ張りそうだか一度さ多分ザタイムも拝見しました私もあの最初の頃はオールナイトフジコさんよく見てました最初の頃はあのね見たことありますで別に大丈夫ですよ見たことありますあとオールナイトフジコはあの見ない見たって言わなくて大丈夫ですなのでちょっと今迷って今はちょっと すいません。途中から、そういう、あ、素敵です。そうだよ。あの基本的に僕のやってる番組は、あの、乃木坂の人は見たって言わなくて大丈夫です。あの、え、いこさんも、あの、乃木坂を辞めてから見たって言い始めたんです。じゃ、あ私もやめたら、一応したら言って大丈夫です。あの、基本的にはね、気使わなくて大丈夫です。3日後から見始めます。来週から。写真集。あ、ぜひ、ちょっとお気に入りのページを。教えてください。 お気に入りのページ、あのね、先輩方が毎回来て、久保さんとか、あの皆さんそうなんですけど、お気に入りのページを1個教えてくれって言われるんですけど、めちゃくちゃ難しくないですか、おじさんが目の前で、その人の前で写真集を見せられて、卒業前にやり残した唯一のことなんで、佐久間さんから聞くっていう。いや、でも、素敵な写真がたくさんありますね。本当でですかゼルス撮影ししまて これはなお気に入りのページお気に入りの1ページああでもこれじゃないですかえっどれですかカニを頬張ってる中の一番この表情も素敵だしいやちょっと待ってよあんなも正解ないだろなるほどそうきましたけじゃないんだ山下さん表情こういうかわいらしい感じのがなんかこうね となんか舐めてる指舐めてるよみたいな,なんか感じののが好きなんですね。 指舐めてるよ。そう、例え方が違う。指舐めてるカットがさっき好きなのじゃない。こんな感じの。いや、これ、ですね可愛いですよね。あるんですか。後輩の二人は好き、可愛いなと思うカット。行きたい。あります。じゃ、あそれ一応教えてください。どんなカットなのか。後輩の二人が山下美月のこれがいいよっていう写真集の中。全体的にボリュームたっぷりですね。そうですね。結構。よくページ遅刻。 っとちょ待てよででも私もあのカニのカットめっちゃ好きだったのでほらセンスめっちゃいいなって思っちゃいました。これです。<お>あぬいぐるみを持ち上げてるっていうかこうなんか。かわいいわあ,あ<の>こっ縫いぐるみの中に入るやつ、ね。<laughs> このクマになりたいっていう。えちゃんとクマ顔なんだね。クマになりたいのね。かいい思い出。うん 可愛いですね。なるほど。おはよありがとう。いやこれも素敵な写真ですね。いただいこれはじゃあもういただいときます。ありがとうございます。ありがとうございます。もうはい。週末が卒業ライブなんですよね。そうですね。もうあさってから卒業ライブ始まります。日曜日に卒業です。あら寂しい。はい本当にまだ時間が全然ないですね。そうです。すごいこちっちゃくなって。寂しいのね。ありがとう。 山下さんからするとどんな後輩ですかこの二人は。いやもう2人ともいい子でほ、うんとにご棋聖みんないい子なんですけど二人とも喋れるし、うん、なんかあったかくなります見てて子ど供,供見てるみたいな産んだのかなみたいなほんとにでもすごくいい子ですしねこれから多分2人ともエースになっていくと思うのでいやそうですよほんとにこれからセンターになるかもしれないです,、うん、そうですねあの。だからあの 写真集をもし出した場合持ってこなくていいですからね見てほしいよねはい見ていただきたい、ね、エンタメのこの素晴らしいさくまさんにざっくりしたざっくりしたしたとえ <laughs> エンタメの素晴らしいさくまさん <laughs> いやいや、もうこんなね、あの一部終わった後、来てくれたり、来ていただいて、ありがとうございます。いライブの方も頑張ってください。ありがとうございます。またぜひどこかでお願いします。はい。ありがとうございました。もうなんかにこやかに大人たちが並んでます。いろんな方に見られて。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。ここまで。 いいやいやありがとうございます頑張ってくださいねライブは,いはい写真集拝見します後でありがとうございますお気をつけて帰ってください,あいさあということで、えー、今週も始めていこうと思います佐久間信行の「オールナイトニッポン ZERO」改めましてこんばんは佐久間信行です毎週水曜日のこの時間は佐久間信行の「オールナイトニッポン ZERO」をお送りしていますえっとどう緊張してた俺 <laughs> いや俺今まではさあの実はあの来ていただいた方も大体仕事したことあったのよまだね久保さんとかあと柿さんとかかねあのー、本当に初対面の3人だったからこれも <laughs> でもちろんあのー、乱入するんじゃないかという噂は聞いてたからあの YouTube 見たりしてたから <laughs> でも基本的に「見ました」しか言えないっていう。 っていうことだったんですけどねあ,あのー、ちょっとですね乃木坂の皆さんが来た後でちょっと申し訳ないんですけどちょっと1個ですね久しぶりにひどいランキングが見つかったんですそれを言いたいんですよネット記事です「すあの悪名高きネトラボ」なんですけど「悪名高きネトラボで」<laughs> ラボですよネトラボランキング2年ぐらい前の放送でネトラボのランキングがひどいってことでクイズにして遊んでた。 奈良県の世界遺産ランキング一位東大寺 <laughs> それねあったんですよ意味のないランキングが多すぎるっていうっていうのでちょっと新作見つけたんですよね皆さん見てないかな俺だけもうあまりにも「何これ」と思ってもすぐ福田に送っちゃったんだけど「<laughs> 好きなゴッドタウンのレギュラーメンバーはランキング」<laughs> いやねえだ ちょっっと待ってこれまだアンケート受付中なのよ好きなゴッドダンのレギュラーメンバーはっていうランキング <laughs> いやあのねこの成立してんのかってまず今ゴッドダンって毎週出てんのっておぎやはぎと劇団一人だけなんだよ <laughs> 真のレギュラーはね、あのー、で、えー、と各州のアシスタントで松丸アナウンサーと朝日直央と野ろかよだからレギュラーって言えるのはそこまでなの <laughs> おぎやはぎ劇団1人の3人と松丸、野呂、朝日 6, 6人でランキングつけるのかって思うじゃんつけてどうすんのって思うしで見たらなんかよくわかんないんだけど「バナナマン」とか入ってるの <laughs> キングコング西野とか入ってるんだけどそれはレギュラーじゃないじゃんゲストで1年引回とか出る人じゃんでもレギュラーのランキング1位からなんか見たら33位までなんだよ 33位の下の方なんて別に数年間出てない人だったりするからもう <laughs> これねレギュラーの意味が全く分かってないランキングなんですよこれこれネットラボ目を離した隙にこれですからねいいか減にしてほしいぞマジでさあメール募集しましょう今日のテーマは「それ意味ある」です意味のないランキングネットラボ皆さんがそれ意味あると思ったことを教えてください 受付メールアドレスはサクマットマークオールナイトニッポンドットコムサクマットマークオールナイトニッポンドットコムメールを送ってくれたリスナーの中から抽選で5名に番組ステッカーをプレゼント住所と本名をお忘れなくさてこの番組はライブ配信アプリの17でも東京千代田区有楽町日本放送第3スタジオのライブ映像とともに同時生配信でお届けしています 17のアプリをダウンロードして、オールナイト日本ゼロのアカウントをフォローするだけで、誰でも簡単に無料で見ることができます。オールナイト日本ゼロ、ぜひ17でもお楽しみください。では、ここで一曲、乃木坂46で未来の答え。佐久間です。この時間、佐久間信行のオールナイト日本ゼロをお送りしています。えー、石川県、えー、ラジオネームガグビー。 社会人5年目ともなると、5月病対策でゴールデンウィーク明け初日をあえて休み、昼間からビールを飲み、一足早く働いている人たちを腕組みしながら眺めて、優越感を得てから仕事に復帰するっていうテクニックを習得しています <laughs>。<laughs> <laughs> ああ、なるほどね。<laughs> ゴールデンウィーク明け初日、あえて休むのね。あえて休むってどういうことなの <laughs> よくわかんないんだけど <laughs>。 そこだ絶対にみんな一斉に仕事始まるからさ、追いつかなくなんねえかな。u つ k があるかな。まあ、なんか平日休んで昼から飲むのはまあわかるよ。ちょっとはね。気持ちはね。俺も平日何にもない時に築地とかに行って飲むのとかはすごいなんかいいもんね。そういう,う,いうのはわかるけどさ。それできる環境ならって感じだな。 えー、ラジオネーム、レバニラ大臣。ネトラボが今募集、募集しているランキングは他にも、憧れの福岡県のナンバーは何という謎ランキングがあり、福岡、北九州、久留米、筑豊の4択なのにもかかわらず、3つまでチェックを入れられました。油断するとすぐこれです。3つ入れられちゃうってことは1つだけ嫌だってだけでしょ。何そのランキング。<laughs> えー、大阪府ラジオネームノーマルの丸。現在も集計中のネットラボのランキングで僕が一番意味あると思ったランキングは生で見たいと思う嵐のメンバーはです。<laughs> <laughs> いや、全員見てえだろ。<laughs> 全員見てえよ。<laughs> あー、面白いなネットラボ、ネットラボちょっと気許すとこれだからなほんと怖いわ 神奈川県ラジオネームミルクティー男。おいみんな、好きなゴッドダンの出演者ランキングの1位、鬼越トマホークにしてゴッドダンキッズ泣かそうぜ。<laughs> 泣かねえけど、泣かねえけどちょっとショックだよね。それに抜かれたノロとかかわいそうじゃんだって。<laughs> いや、鬼越トマホークでもに年に2回ぐらいしか出てないからな。 ああ、出演者ランキングの1位に、<laughs> ポケモンとか稲妻イレブンとかであったやつね。人気ランキング上げちゃうやつでしょやめてくれって。<laughs> たまにあるやつあ。コナンとかの人気投票でもやるやつでしょみんな。ゴッドゴッドタンキッズなんかいねえから <laughs>。えー、ラジオネームセニラ。 3月6日の放送でゴールデンウィーク明けには歯医者に行くとおっしゃられてましたが、行きましたかちょっと行けてないんすよね。<laughs> 行けてないんすよ。まだもうちょっと行きます。あの、今ちょっと仕上げてる特番が終わったら。だから見と6月かな ?6 月 <laughs> ずっと。<laughs> 行きますよ。本当に行きます。行かないとやばいんですよやいや。やばいっていうのは、あの、あの、虫歯で入院した知り合いがいるんで。 虫歯をほっといて入院した知り合いが最近出たんで、ちょっとさすがに怖いでも行こうと思ってますね。あの、出版社の人なんですけど。あの、出版社の人というか、佐久間信之のオールナイト日本ゼロの本を書い、本を出してくれた人なんですけど、あの、虫歯で入院したって聞いたんで、うん。そういうことは俺らしいようん。だからもう気をつけないとね、と思います。 いや、そうですよ。あとね、さっき飛び込んできた情報だと、俺は一ノ瀬美空さんと会ったことあるっていう。ね、一ノ瀬美クさんは来てくれたんですよね。それを忘れてた俺も俺ですけど、一ノ瀬さんも忘れてたらしいっていう。<laughs> お互いに忘れてたんで。<laughs> お互いに忘れてて、オールナイトフジ子なんか見ちゃいけませんよ、みたいな話し合してたから。本当は <laughs>、どうなんだろうね。<laughs> <laughs> お互いに忘れてたということです、すいません。えー、痛みわけです、これ、生かしは。あのですね、あのー、ずいぶん前に今年の目標は大学の頃の友達ともっと遊ぶことだ、みたいなね。おっさん同士の友情をもう一回、例えば子育てとかが終わってったから、みたいなこと言ってたんですか。で、あのー、まあ、一ヶ月前ぐらいのフリートークぐらいで、その、それでマージャンの練習をするために雀荘に行きましたっていう話したじゃない。<laughs> で、 本当の目標は、麻雀の旅行に行くことですみたいな。麻雀をやるためだけに。だまあ、大学の友達4人と旅行に行きたいというか、一泊ぐらい行ってみたいみたいなこと言ってたんだけど、ついにこの間行ったんですよね。あの、ちょっと前なんですけど、その、高橋、安坂阿安倍っていうその、ソ荘を一緒に行ったメンバーと。で、その高橋っていうそのコピーライターとかやってくれてる、やってるやつが、その、湯河原の方に全自動ジャン宅がある旅館を見つけたと。 で、まあ、そこにいつか行こうなんて言ってたんだけど、俺が特番の撮影とか、ロケ班とかでスケジュールが全然合わなかった日に、ある日、朝から午後まで仕事があって、あとは原稿だけっていう日があって、で、翌日はまた早かったんだけど、あの、翌日はまた午後から仕事あったのか。だからその日は行けんじゃないかって話て。で、一泊だったら。俺が仕事が終わった後。でね、高橋ってやつが、車出すよと。 で、みんなで車で行こうっていう風になって、でも俺が、その仕事の終わり時間がわかんない。だから押しちゃったらみんな待たせるから、俺、その湯河原だったら、あの、熱海まで新幹線で行って、で、一駅とかだから、その、みんなに迷惑かけたくないから、俺だけ新幹線で行くわって言ったの。そしたら、その、友達がね、その安坂ってやつが、ダメだよ、佐久間っこれみんなで車で行くから楽しいんじゃう。 <laughs> ねえ、あ、でもみんなで行こうよって言って。で、わあ、じゃあ行くわ。よし、みんなで車で行こうって言ったんだけど、別に俺たち大学生じゃねえから。<laughs> 全員、倍の時間かかるんだよ、結局。倍の時間かかるんだから、車で河原ってか、熱海方面まで行ったら。で、俺たち48のおじさんなんだからって言ったんだけど、まあいいじゃん、行こうよって言うから、わかった、じゃあ高橋さん、車出してくれるんだったら、俺は仕事が終わる時間を、分かり次第連絡して、集合時間を決めて、 って言ったら、結局朝から働いてったら、まあ午後1ぐらい一旦終わったのよ。午後1ぐらい終わるのが目どだあったから、午後1ぐらいには多分、あの、集まれると思いますって言ったら、じゃあ13時から13時半ぐらいに、その、新宿駅の、その、西新宿のブックファースト前あたりで待ち合わせしようって言っで、まあ行ったんですみんなでね。で、俺そこに向かって。で、なんなら朝から早仕事したからちょっと早めに終わったぐらいだったんだけど、 ね、西口のロータリーのブックファースト地下に収容して、高橋の車が止まってて、3人で乗り込んで出発って時に、よく考えたら、友達の車で旅行行くなんて、あの旅行っても一泊だけですけど、旅行行くなんて、20年ぶりぐるとか30年ぶりぐるや友達と旅行行ったことあるよ。でも基本的にね、新幹線乗っていくか、それかちょっとで飛行機に乗っちゃうかだから、車で行くなんかないなと思って。そしたら安倍が、俺今日ブル、プ、プレイリスト作ってきてるから、って。<笑><笑> いや、マジでおっさん、おっさん4人の旅行でっていう風に言って、<laughs> いや、おっさん、俺さん、プレイリスト作,作ってあるからって、流すわ、つって。えー、まぁ、あ、おっさん4人で車ドライブでサザンとかかなと思ってかかったら、長渕のトンボでさ、その、もうその、え、どういうことと思って。いや、新宿だからさ、 長渕から始めたくてって言ったら、そしたらその高橋ってやつが、そいつ長渕新速ファンなんだけど、じゃあ西新宿のおじさんの歌だろって言って、いや知らんのに、まず長渕じゃねえだろって。なんで長渕なんだよ、お前ドライブのスタートでって言ったら、その、安倍がね、だ佐久間たちと、まあ、ここのフリートークでも話したけど、行ったじゃん、キサラって。あれから俺ずっと長渕のファンでさ、って、長渕のファンになっちゃったんだよって安倍が言うのよ。<laughs> ちょっと待ってくれよ、モノマネ入りのやつっている <laughs> <laughs> ものまね入りで長渕のファンになるやつって初めてなんだけどっていう <laughs>。その高橋夫妻は、そのとにかく心底長渕のファンなのね。で、そいつらがキサラに行きたいっていうから、俺と安倍は付き合って行ったのよ。そしたら安倍はそのキサラの、なんか、エイジ見てな、長渕のファンになって長渕のライブに行ったらしいんだよ、そっから。キサラきっかけで長渕のライブに行くやつって初めてなんだけど、と思って。<laughs> もう、まあ、それで長渕の曲かけながら、その、向かったのよ。で、車出発したんですよ。で、えー、高橋ってやつは、その、車関係の広告の仕事やってるやつで、その、もう車と使いがずっと車運転してる。で、えー、朝かは平日ほぼリモートなんだけど、まあ、車たまに乗る。で、俺は、車乗らないけど、ロケでは高速使うのね。でね、その、安倍っていうやつは、たまにここで話してる SF オタクのやつなんだけど、池袋が実家みたいなやつ。 池袋の金物屋の息子とかなのね。で、ずっともう基本的にオタクで家の床が抜けそうな本があるやつだから、その、あの、車もほぼ乗らないし、東京もほぼ出ないってやつなんだけど、本当に。そういうやつなんだけど、その車乗りながら、あと魚一切食えないの。魚一切食えないんだよ。<laughs> で、それで気づいたの、俺。湯河原に向かいながら。あべ、お前、魚一切食えないけど、今から湯河原と熱海に向かうんだぜって。で、旅館と飲んだぜって。絶対 絶対に旅館の飯、魚だよって言ったの。そしゃ安倍が、大丈夫、対策は考えてる。対策って何ってい。え、なんか言ってメニューとか変わんのいや、変わんない。無理だった。そこなんだよね。大丈夫、対策はあるって。で、その、エビ名サービスエリアのあたりで、で、安倍は、その、本当にもう都会の燃やし子だから、初めて来たんだって、エビ名サービスエリアに。え、そんなおじさんいる海老名サービスエリアでは初めて来たおじさんっていう。<laughs> いや、初めてなんだよ、つって。あ,あ、そうなのえていうか、エビダに寄ったの <laughs> おじさん4人で。いや、安倍が、エビダサービスエリア初めてだって言うから、あって、っていうのと、5五1だったから、みんな飯食ってないから昼飯。で軽くぐらい食うかって言って、サービスエリアに寄ったのよ。で、休むほどの距離じゃねえんだけど。<laughs> マジで。だって結局2時間ちょっとで着くんだから、<laughs> なんだけど、サービスエリアに寄ったわけよ。でね、 なんか飯軽く食うかって言って、まあその、友達二人、や坂と高橋は、その、エビのサビゼリーしかないようなものを探して食ってたんだけど、俺はま、そういう時あの、そういうの信じないタイプの人間なんで、あのー、吉野家を選んだんですよ。<laughs> あのー、吉野家をの、冷めるでしょうん。俺冷めるタイプなの分かってる。でも俺、吉野家を選んだんです。吉野家の、しかもショーね、ご飯ね。だって旅館のご飯が出るから。で、ショー選んだんですよ。で、その、 な、アベがなかなか来ないから、アベ何やってんだろうな、つって、あいつ食えるもの少ないんじゃねえのとかって思ったら、その <laughs>、カツカレーの大盛りを、この <laughs>、ロースカツカレー、極太ロースカツカレーの大盛りを持ってきて、俺今日ここでさ、最後の飯食うからさ、って,て。<laughs> <laughs> <laughs> いや、その、旅館に行くのに、お前エビ、え魚食えないからな。だから、海老なサービスエリアのカツカレーを、今日最後の飯にすんの、もっとあるだろうって言いながら、あと、それ、お前、もっと冷めるやついたよ、つって。で、お前の対策ってそれなの俺の対策これ、つって。で、カツカレー、海老なサービスエリアで、で、お前、絶対眠くなるよ、って。 お前、プレイリストまで作って楽しみにしてたのに、絶対眠くなるよって言いながら、でもしょうがないじゃん。ここで食うしかないんだよっ,つって。で、俺たちは食べ終えてんだけど、あめだけチンたら、チンたら、あのカツカレーの大盛りを、時間がさって言ってんのに、食ってて。いや、これまでおじさんの体力で絶対カツカレー食い終えたら、絶対寝ちゃうのになと思いながら、まあもちろんその、 で、食べ終わって、で、サービスエリアで、まあよくある話なんですけど、ね、また車見失ったりしながら、<laughs> <laughs> どこ止めたっけみたいな、大学生みたいなことやって、で、やっと見つけて乗って、で、向かってる途中に、やっぱ徐々に安部は口数が少なくなってって、白目向き始めて、<laughs> 言ったじゃんっていう、<laughs> 疲れ食ったからだよって言いながら、おじさんすぐ眠くなんだからさ、なって、で、まあ向かいながら、 で、旅館の、ね、あの、いがわの旅館近くに着いたところで、コンビニ寄っとくかっ、つって。だって、マージャンするから、お菓子買っとこうっ、つって。で、お酒も買っとこうっ、つって。で、じゃあ、って言って。で、俺がマージャンだから基本やっぱな、手汚れるのあれだから個別放送がいいよな、つって。だけどやっぱ歌舞伎揚げだろ、っつって。あと豆系だろ、っつって。酒のつまみ系もいるか、っつって。で、チョコも食べたくなるよなっ、つって。で、俺チョコを明治さんと仕事してて、めちゃくちゃ食ってるから、俺おすすめあるから、ぷっかね。 ブッカとタケノコの里あとアーモンドチョコもだな、つって。手、こう甘いの揃うでやっぱしょっぱいのももうちょっと必要だよな、って言ったら、その、ヤサカが、サクマお前 AD の買い方になってるって言って。<laughs> 大量のこの両手に袋に入れながら。なんでお前いつもそうなのって言ったら、お前いつもお菓子たくさん買っちゃうなって。はって気づいて。俺やっぱ AD の時のトラウマで、ディレクターに荒れないのって言われた時の、編集所でのトラウマ。 おま、作間のお菓子選びセンスねえって言われる時のトラウマで、全種類買っちゃう癖が、20年経っても、足りないよりはマシだからっていうのと、あと AD の時の編集所の買い物って、足りなかった、多めに買ってって、ディレクターの金で買って、余ったら家に持って帰るっていうのを、やっぱり AD みんな言ってたから、なんかね、つい買っちゃうのよ。多くて怒られることないからね、AD の時のお菓子って。うん。 で、結局なんかね、あのー、ダサいお菓子みたいな、その、プライベートブランド、コンビニのプライベートブランドで行くパターンとかもあるけど、ディレクターが何が好きなのか分かんないから全部買っちゃうってうのがあって、俺それまた発揮しちゃって、大量に買っちゃって。で、いや、いいだろ、ういいもん。足りなくて怒られる、怒られるよりは、余ってて怒られることないんだからとって、と。<laughs> <laughs> いや、怒んねえよ、誰も。って言いながら。で、着いたんですよ、旅館に。 で、我々は離れにある麻雀のある部屋で、雀層が、雀卓のある部屋が一つしかないんで、そこで、隣が岩風呂なんですよ。で、チェックインの時見たら、マジで本当に老人会しかいない。<laughs> 一緒にチェックインしたのも本当老人会。みんな老人会の中に。あと、一組だけカップルいたかな。で、ついて、すぐ一曲始めたんですけど、あのー、古いですよ。やっぱり旅館にある全自動雀卓ってね。だから、すぐ詰まって止まったの。 で、今までの俺たちだったら、10年ぶりにやった麻雀だったら、俺たちテンパっちゃいましたけど、ま、あこの振り前のフリートークでも話したけど、一回俺ら全自動、あの、ジャンタク、ジャンソーの全銃弾で壊してますから、一回止まってますから。対策が分かってたんで、あの、ちゃんと上のやつを外して、で、その上にある牌を、あの、全自動ジャンタクっていうのは2つフルの牌があって、上でやってる間に下でこうなんか、次のハイパイをしてるわけですよ。 だから、慌てて入れちゃダメだから、全部綺麗に取って、外して、で、全部、次の別の範囲の方も綺麗に外して、あの、詰まりを全部取った後、一回蓋閉じて、で、動くのを確認してからもう一回入れて、で、後ろがまたぐるんぐる回って固まったなと思ったらもう一回入れて、やり直す。これだからほんと、ちゃんと完璧に。うん。大人なのでちゃんとやっぱりリハやってますから、こういうところまで、不足の事態までね。 そしたら、その対策にやっぱ意外に結構時間かかったりして、あの、もう5時回ってきて、あの、風呂入んねえと、飯の時間が6時からだから、つって。で、まあ、とりあえず、ちゃんとした麻雀はじゃ飯食ってからやろう、つって。で、その前にやっぱ、お風呂入りたいじゃん、つって。おじさん4人で岩風呂行って。大学生以来かな。 全員の裸瓶の。<laughs> おじさんのあたか、でっぷり太ったおじさんのあたかみんなで見て、で、普通に風呂入って、で、風呂入って上がった後、おじさん4人ではしゃぎすぎて、6時ぴったり行ったら、その、でっかい食堂みたいなところにさ、俺おじ、俺たち4人しかいないのね。<laughs> で、俺たち4人しかいないから。<laughs> で、俺たち4人でビール頼んで、で、ね、あのさ、刺身とか出てくるんじゃん。その旅館のいわゆる飯ね。で、安倍は一つも食わないで。 あのー、俺はお腹いっぱいだからって言ったから、<laughs> そうだよなって言いながら、安倍の刺身とかを全部俺たちが食べて。で、全部食べてから、あのー、<laughs> 戻って、おしゃべりしながら、麻雀始めたんですよ。あのー、で、あのー、麻雀の話は、前回フリートークで話した時に、ルールがわかんねえよとか、 麻雀の話、わかんないルールのことちゃんと説明しろよって言われたんで、麻雀自体の話は割愛します。ちょっと一個だけ納得いかないのは、俺がやらないパチンコの話が OK で、俺がやった麻雀の話でクレームググるってのよくわかんないんだけど、<laughs> まあでも、あの、もうあの、麻雀がわかんない人たちが多いってことがわかったんで、そこの話は割愛します。<laughs> で、まあまあやったんですよ。3時ぐらいまでね。夜中の3時ぐらいまで。ああ8時ぐらいから。だらだらまあ結局おしゃべりしてたんだけど、 で、やっぱね、12時過ぎたぐらいから、冷蔵庫で出して、俺ね、やっぱできるから、あの、買った瞬間に、タケノコの里、やっぱ冷蔵庫入れといたんですよ。で、ちょっと、その、眠くなってきたぐらいの夜ぐらいに、あの、冷蔵庫から開けて食べるタケノコの里、キンキンに冷えたタケノコの里って、マジうまいよね。<laughs> ハイボールと合うんだよ。ハイボールとめちゃくちゃ合うの。 キンキンに冷えた竹だこの砂糖 <laughs> <laughs> を食べたりしながらやってて、深夜3時ぐらいになって、まだやるかってなったんだけど、その時思ったの。いや、高橋お前明日車運転すんじゃんって。で、帰るんだから、昔大学生の頃とか朝までやったけど、そのもうやんないほうがいいよって。そして高橋が、いや、俺大丈夫よとかって。 いや、絶対だめ。絶対だめ。いや、俺全然いけるけどね。つって。いや、マジでそういう意地あるのやめようって。お互いやめよう。もう、おじさんになってきたんだからやめようって。いや、俺全然ダメだめだい、いけるけどね。つって。いや、そういうノリはもう、もういいから、もう寝よう。つって、で、寝たんですよ。寝て、あ、先に言っとくとマージャンの結果だけで言うと、俺がダントツ最下位です。俺がダントツ最下位だったんですけど。 ただ楽しくやってるだけなんで。で、翌日ね、あのー、朝起きて、で、みんなで軽く振るわって朝ごはん。朝ごはん、あのー、うん。また魚が出るわけですよ。焼き魚とかね。で、安倍食えないんだけど。あの、ないせやっぱ、あの、サービスエリアで飯を終わらしてるから。あのー、お漬物とか、ちょっとついてるご飯の友だけで、ご飯2杯か3杯って言ってた言 <laughs> っててね。うんでた。で、食べてて。 朝ごはんの対策が特になかったわけすからね。ご飯の友だけで行くっていうの。あって、で、軽くマージャンやって、で、結局、でも天気が良かったね。めちゃくちゃ天気が良かったから、まあまあ。結局、楽しくマージャンはやったけど、せっかくなら熱海に海見に行こうぜっ、つって。で、早めにチェックアウトして、で、あの、あ熱海の方に海見に行ったの。で、海見に行って、ああ、綺麗だなっつってて、で、そこでね、 じゃあせっかくだから熱海で最後昼飯食って。で、俺そのまま仕事だから。昼飯食って、そのまま仕事に俺行くわ。で、みたいな話を。で、みんなドライブして帰ろうぜっていう感じになってたんだけど、今の熱海って、めちゃくちゃ復活してんのね。完全復活してんのね。めちゃくちゃ混んでんのよ。ここ駅前から何から混んでて。で、いわゆる俺、昔熱海にロケとかで行ってた時に行ってた有名店みたいなもんとか、ちょっと評価が高そうなお店とか、全部行列だったの。 で、お、入れねえ、と思って。ええー、と思って。で、え、じゃあもうここで何にもうまいもん食えないで帰れるのかと思った時に、ちょっと一個思い出したことがあって、あの、ちょ昔、その、俺がたまに話す、とんかつ屋さんの話があるんだけど、浜松市にあるとんかつ屋さん、すごい美味しいとんかつ屋さんの、そこで働いてたらっしゃった女性の店員さんが、独立して熱海に見せ出すって言ってたなーみたいな。言ってたんだよ。 なんか、その噂を聞いたの。でもそれ以来お会いしてなかったから、やってんのかなと思って、そのとんかつ屋さんの名前と、その熱海と、そのなんか、その、いくつかの検索ワードでなんとか検索したら、どうやらあるらしいっていう。その、えー、とんかつ屋さん出身の方だから、揚げ物と豚汁の、夜は居酒屋、昼は定食のお店があるって聞いて、それ調べて、ちょっと行ってみようぜってっいや、そう本当にうまいのだって他、食べログの評価とかほぼないじゃん、みたいな。いやいや。 行ってみよう。そのトンカツ屋が異常にうまかったから、多分うまいはずだって、ね。で、向かったんだ、ね、よ。そしたらもう海の目の前。もうほんと海の、もうほんと目の前にあって、すごいいい場所にあるところで、で、行ってみたら、空いてたの。で、空いてて、入ったら、その女性の店員さんが、いや、それはびっくりするじゃん。え、佐久間さんなんで来てくれたんですかみたいな。でもちょっとなんかその独立したっていう話を聞いてたんで、 たまたまこの辺に来たんで、調べてきましたと。で、もめちゃくちゃ喜んでくれて。で、そのダイの友達たちは、あの、ちょ、まだ、ちょっとだけ半信半げなのね。あの、熱海の中でまだ、そ、そ、そのお店まだ、その時空いてたから。たぶんまだ知られてないだけだと思うんだけど。で、ここは絶対に揚げ物と、あれが、あの、豚汁がうまいから、絶対それの定食食食おう、つって。で、えー、おすすめ聞いたら、ミックスフライ定食だ、つって。メンチカツと、 熱海の地元の魚のフライ。それに豚汁がくっついてる定食がおすすめなんですって、それ頼んで。で、俺はビール頼んで。高橋はもちろん、あの、えー、運転するから飲めない。で、安坂と俺だけビール飲むの頼んで。で、安倍はもう、あの、魚が食えないから。<laughs> 揚げ物も食えないから、メンチカツだけ、メンチカツ定食にして。で、食べたんですよ。めちゃくちゃ、俺、魚のフライだったら、むしろ人生で一番うまいかもしれない、フライ。ふわってして。で、 メンチカツもジューシーでめちゃくちゃ美味しくて、で、豚汁はもちろんその豚カツ屋さんの豚汁なんからめちゃくちゃ美味しくて、みん、大学の友達もみんな、うまいねっつって。で、目の前海、キラキラで。で、結局俺たち、あの、外のテラス席に座らせてもらったのね。天気良かった。からそこで、あの、ビール飲みながら、その魚のフライ食べて。で、最高だなぁ、つって。ちょっとのんびりしちゃってたの。で、俺、その時はって気づいたの。昨日今日でやんなきゃいけない原稿が俺はあったんだよ。 本当は、その、旅館に泊まってる時にちょっとだけ一個送んなきゃいけない原稿俺すっかり忘れてた。で、帰りにやろうと思ってたんだけど、その、翌日、すぐ帰ろうと思ってたから、俺すっかり忘れて熱海でその、あの、復活した店の方に行って飲んじゃってたから、仕事早く終わったって言ったんだけど、その、 原稿を送るのは、二日間のうちのどっかで送ればいいからいいなと思ってたパターンたまになるでしょそれ忘れてて。ねじゃあみんなでドライブして帰るかって言ったんだけど、俺、このままドライブだと絶対原稿間に合わないなって言ったから、本当に悪いんだけど。いや、俺この旅行が楽しくなかったわけじゃないんだよ。お前らと帰りたくないわけじゃないんだよ。俺、だけ新幹線で帰ろうって言って。<laughs> はえ、どういうこと 何切れてんのとかっつって。いや、切れた切れた俺だけ新幹線で帰って原稿書くうわ、つって。本当に申し訳ない。あのー、仕事1個忘れてたんで、つって。で、熱海駅で降ろしてもらって、友達たちは楽しそうにドライブで帰ったんだけど、俺は新幹線に乗って、新幹線が一番原稿で働くから。でもやっぱビール飲んだ後の熱海からの新幹線一瞬ですね、40分だから。<laughs> 結局間に合わないで、俺結局東京駅のカフェで書き上げてから。<laughs> <laughs> でもですね、あのー、こんな無理して行ったんですけど、大学の友達との旅行本当最高だったののあの、皆さんもぜひ行ってみてください。<laughs> テレビプロデューサーの佐久間です。この時間は佐久間のベイキのオールナイト日本ゼロをお送りしています。あのー、アットザベンチっていうのは、奥山義行監督が、 え、ベンチでの会話だけで撮ってる短編映画みたいなもので、無料で見れるんですよ。あの、奥山監督のツイッターとかから見てくれれば。あと俺も面白いってつぶやいてたりするんで。で、一作目も良かったんですよ。あの、サイレントの脚本家の産方さんがやってて、中野大河君と、えっ、ー、と、広瀬ず、えー、さんがやってたんですけど、二作目が、えっ、ー、と、ダウキューマンのハスミんが脚本で、 え、岸きのさんと岡山天音さんと荒川義義さんが出てるやつで、なんかカップルの会話をはつみくんが結構面白く書いてて、その、もう20分ぐらいであっという間に見終わるし、それは素敵な話ですね。それはもうほんと、ぜひっていうのと、あと最近ハマってんのは、知ってっかな、矢寺啓太先生っていう、あの、アマゾンとかでは、 あの無料で買えるんだよ。で、なんだけど、出るかわからない温泉を掘り続けてるうちに30代になりましたって漫画があるのね。それって、矢寺啓太先生が、えー、30になってからの毎日の絵日記。だから要は、俺まだ、要は、えー、今はもうポンコツポンコツとかで結構当てら当てたらしんだけど、その、もう、それが2016年から2023年の8年分あるのね。それが全部無料で読めるのよ。で、それがね、本当にいいの。あの、要は何がいいかと,いと。 あの、何にも浮かばないかったってだけの一日とか、<laughs> あの、<laughs> 金がねえからこうやってなんかカップラーメン食ったっだけの、あの、なんか漫画家さんがうまくいかないのとかをずっと呟いてるやつが、俺たまたま見つけて、見た読んだら、あ、これやっぱ勇気出るわ、こんなやる気、やる気が出ない時とかをそのまま書いてる漫画と思ったら、8年分あって。<laughs> <laughs> 俺が発見したのが丸一、2016年だったの。で、こっからコロナになってったりするわけよ。俺8年分読んじゃってさ、この1週間で、ちょっとずつ仕事の合間に。それもおすすめですよ。まあ、もちろん、あの、あのー、その、ヤデラ先生の他の漫画もおすすめですけど、その日記すごい面白かったですね。はい。えー、メール来てます。ラジオネーム、ボートミン ネトラボのアンケートですが、結局どうなのラーメンって日本食それとも中華料理というアンケートを、2021年8月4日から、現在進行形で集め続けています <laughs>。<laughs> 今も集めてんの決着つければいいじゃん。どういう、まだかー。いや、どっちだどっちだ <laughs> どっちだじゃねえよ。<laughs> えー、福岡県ラジオネームスイスの歯届。ネトラボのサイトを見てみると、憧れのではなく、自慢できる福岡ナンバーランキング、恋人につけてほしい福岡ナンバーランキング、可愛いと思う福岡ナンバーランキングが昨年発表されているようで、見ていると、いずれも結果は1位福岡、2位北九州、3位久留米4位地区でした。<laughs> マジ舐めんなよ、ほんと。 なめんなよね、トラボ。みんなで地高一にして福岡キッズ泣かそうぜ。<laughs> マジひでえなどういうことなんだろうな。誰が決めてんだろう。<laughs> あー、面白いなあテーマメールですね。それなんなの。え、ラジオネーム特大ブリーフ。 僕の弟が中古で安かったからと、DS のレイトン教授という謎解きゲームを買ってきて、最初から最後まで攻略サイトを見ながらクリアしました <laughs>。それ系のゲーム、攻略サイト見て意味ある <laughs>。そうだよね。いや、たまにいるよね。俺たちの子供の頃もいたよ、そのアドバン、アドベンチャーゲーム。まあ、サンマの名探偵とかもそうだし。 ポートピア殺人事件っていう、すごいあったね、昔ね。あの、ドラクエのスタッフが作った、最初に作ったようなアドベンチャーゲーム、探偵ゲームなんだけど、それを何年後かぐらいに買ってきて、その、犯人が全部わかってる状態でずっとやるとかさ、おうん。いや,もうや、あったもんな。えー、続きまして、ラジオネームサンシャイン朝ごはん。僕の今年60歳になるお母さんは、オレオレ詐欺への警戒心が異常に強く、 お母さんから僕に電話をかけてきたのにもかかわらず、本物かと聞いてきます。<laughs> マジで意味ないのにやめてほしい。ちょっと面白いじゃん。<laughs> 母ちゃんからかけてきて、本物本物かを回って、言ってくんでしょめちゃくちゃ面白いなぁ。ちょっとセンスあるけどなぁ。えー、千葉県ラジオネーム、フェルナンド・トミーです。 数年前に毎年行ってる神社に初詣に行ったら、ケバブ屋さんの出店に、ケバブ1個300円、2個600円と書かれてました。あの外国人店員に、え、これ値引きしないのと聞けばよかったと。<laughs> 当たり前だもんね。1個300円、2個600円だったら、別に2個600円書かなくていいもんね。<laughs> あ意外にあるもんですね、その意味のないやつ。 えー、では、明治とのコラボコーナーに参りましょう。企画書は甘えラブレター。1枚目です。千葉県ラジオネーム味男。連休明けの前日、社長が全社員に、僕からのプレゼントです。明日も会社休みです。とメールを一斉送信。急に訪れた丸一日の延長休みを、みんなはどう過ごすのかをカメラで追っていく番組。もう一日会ったらしたかったこと。ああ、なるほどね。 ああ、班長みたいなことだね。あの、急な一日の休みをね、何に使うかっていうのは。これな、あの、一見最高かなと思ったんですよ。今読んでね。って思ったんだけど、学校だったら最高。学校だったら最高だけど、よく考えた、俺が同じ立場だったら、と思ったら、あの、 絶対打ち合わせ入れてんじゃん。<laughs> その、ね、正直当日言うなよって思うよね。<laughs> 当日とか前日言うなよって思うよね。こっちも間に合わねえ仕事なんだよっていうのもちょっと思うけどね。えー、島根県ラジオネーム藤原元大スマブラ参戦。地球を侵略しに来た宇宙人や、 怪獣を完全に倒しきってしまったために、することがないままダラダラして過ごしていた地球防衛隊のもとに、久しぶりに宇宙人が現れたが、光線銃は充電切れ、戦闘機はエンジンのかけ方を忘れ、巨大ロボットを発進させようにも合体の手順を忘れてしまっており、隊員たちが慌てる。という内容のショートコメディ、一番の敵は休みボケでした。ああ、これ面白そうだね。あ、これいいじゃん。 ああ、なんだ、誰で見たいだろう。なんだろうな、サルゴリラとか。<laughs> <laughs> まあ、東京03でもいいかもしんない。あでもコントの名詞でちょっと、サルゴリラ、男性ブランコとかで見たいですよね。<laughs> ちょっとねあ、えー。神奈川県ラジオネーム、哲学スノープ。引退を機に、馬主にのめり込んでいる大魔人佐々木のフォークはまだ落ちるのかを検証するバラエティー。 一流の休みボケ。ああいいね。城島、あの、釣りばっかりやってる城島選手とか。<laughs> <laughs> それ非常にいいですねあ。ちょっと興味ありますね。東京都荒川区ラジオネーム、みくだりパン。休みの感覚がないため、ゴールデンウィークの終わりがわからず。あれ 月曜日ってみんな休みなんですかと言ったら、周囲から一斉に休みボケ扱いされてしまい、めちゃくちゃもやもやする。という接客業あるある。あー、わかる。あの、接客業あるあるでもあるけどさ、その、いつも行ってるあの店今日空いてんだっけって月曜祝日時って思わない思うよね。 思うんだよ。その街中華特に。俺町中華の週に1回ぐらい行く街中華があんのよ。で、そこにもう今週月曜。仕事終わった後、空いてんのあそこくらいだな、夜9時ぐらいだし、と思って行こうと思った時に、ちょっと待てよ。どっちだ今日やってんのかやってないのかと思うんだけど、街中華ってさ、予約するような場所じゃないから電話しても出ないんだよね。だから電話出なくてもどっちだと思って結局行ってやってたんだけど、うん。そのあるよね。ランチは特にそうね。 ランチのさ、その、その馴染みの店の祝日の月曜のランチやってんだなと思っちゃう。えー、続きまして、香川県ラジオネームガエルガーゴイル。ペース配分を間違える。顎の力が弱まり咀嚼する回数が多くなるなど、歴戦のフードファイターたちが長期休暇明けのブランクに苦しみながらも戦う中、パンを水につけてたのか、水をパンにつけていたのかを思い出せず、 食べることさえできない。小したけれど。<laughs> え、俺どっちえ、パン水につけていってたんだっけな水をパンにつけてたんだっけなどっちだ <laughs> そんなにそんなにボケちゃうのあの人は、まあ、パンを水につけてたんですよね。パンを水につけて食べてたんですよ。<laughs> えー、香川県ラジオネームガイルガーゴイル。 長期休暇後、自分のフォームを忘れてしまい、デスノートの L みたいに座って喋る。怒り玄童。<laughs> これ面白いな。<laughs> びっくりするよな。ネルフの人たち。足、椅子に足乗っけて、あの、オラウータンみたいな座り方して喋るでしょシンジー。シンジっつって。<laughs> いやいや、玄童さんそれじゃないです。あなたそれじゃないです。あの、顎をヒゲの上に乗ってたやつで、ね、つって。 ポム間違いる怒りけんと面白いなえ香川県ラジオネーム、ガイルガーゴイル。長期休暇明けでやる気が出ずに、ショッピングモールやパチンコ屋の駐車場に泊まっているサボり社員たちの車を収めた写真集。働かない車。<laughs> あ、これ結構いい。<laughs> 結構いい写真撮れるんじゃない <laughs> 中にね、ちょっと寝てる社員がいたりしてみたいな感じですかね。えー、本日は以上。あー、どれだろうな ちょっとね、接客業あるあるとかも良かったんですがああでも、えー、どっちにしようかなショートコメディーもすごい良かったなあー怒り言動もめちゃくちゃ良かったんだけどでもショートコメディーにしようかな、えー、ショートコメディー一番の敵は休みボケでしたラジオネーム藤原元大スマブラ参戦こちらにお送りしますええー このベスト企画を使用した明治とのコラボ X キャンペーンも行っております。詳しくは番組 X をご確認ください。そしてコーナー内で読まれたリスナー全員とメールを送ってくれたリスナーの中から抽選で3名に、今週はザ・チョコレートセットをプレゼント。明治ザ・チョコレートのフルーティーカカオラテ、ナッティーカカオ、フローラルカカオ、フルーティーカカオ、すべてをセットにしてプレゼントします。チャッチョコレートうまいですからね。バラエティ豊かなカカオの香りでフリーフレッシュして5月美を乗り切りましょう。商品の到着には1ヶ月ほど時間を いただく可能性があります。これをお教えてください。さて、来週のテーマはヨーグルトの日です。ヨーグルトの日。 5月15日は株式会社明治がヨーグルトを世界に広めたロシアの微生物学者イリア・メチニコフ博士の誕生日にちなんでヨーグルトの日という記念日に制定したということです。なるほど。もちろん明治のチョコもプレゼントもあります。企画書をお待ちしております。受付メールアドレスはサクマットマークオールナイトニッポンドットコム、サクマットマークオールナイトニッポンドットコム、メールの件名にラブレターと書いて送ってください。ここで一曲パンピーでフレンズ。 佐久間ですメールを紹介していきましょう、今、たまたま17のコメント見たら、ネトラボ30位対、ゴッドタンの,あのレギュラー、30位対ゼロ票、三四郎って。<laughs> <laughs> いや、そうなんです三四郎。<laughs> 三四郎も、1年に2回ぐらいしか出てないからね。<laughs> えー、東京都江戸川区ラジオネームコカラスマル。ネトラボも変なランキングですが、ランキング界の大谷翔平ことランコ王国では、原宿の女性100人に聞いたじゃんけん自信あるという異次元のランキングがありました。<laughs> 結果はある35%、ない65%でした <laughs> あー。じゃんけん自信あるって聞いてくるだけのランキングってことでしょ そう,うの。やっぱ、ランク王国な恐ろしいな。ランク王国ってもうないでしょもう、まだやってんのもうないよさすがにないよね。うん。すごいな。カウントダウン、カウントダウン TV は、あんないつもカウントダウンライブっていうね、とんでもなくね、でかい番組に育ってったんだよね。あれがランク王国だった未来なんてな、あ、あ、ないのかね。<laughs> あれ、二つセットだったイメージない。えー、宮城県ラジオネーム、ひらがなで腰痛い。 ネトラボでラーメンチェーンであなたが好きなのはというアンケートが2021年から毎年行われているのですが、2021年と2022年が丸源ラーメン、2023年と2024年はラーメンショップでした。多分、来年再来年は天下一品です <laughs>。いやー、どうなのこの結果意外に意外じゃないラーショってだって東京あんまりないでしょねえ。そうだよね。で、日高屋じゃないの違うの普通はね。 天下一品もまあそうかもしんないけど、でも日高いじゃない一覧もね、そうだしね。うん。これちょっとわかんないね。意外じゃない丸源ラーメンそんなにあるえ、らしくない、ね、ネトラボ。ネトラボらしくないな不正なんじゃないの <laughs> <laughs> PR 案件なんじゃない <laughs> やんねえか。ネトラボで1位になるための PR 案件なんかやらねえか。 えー、島根県ラジオネームピンヒール履いた七尾に踏まれたい。僕の、それって意味あるは、大学生の時告白して振られたギャルから、数年前突然、私のことまだ好きってメールが来て、どうしたって返したら、私結婚するんだって返事が来たことです。<laughs> 僕何されたんですかうわ、ほんとそうだね。これはひどいね。 私のことまだ好きって言って好きだよって返したらどうするつもりだったのこの、この本当女はって言っちゃうけど。うん、このギャルは。ちょっとこれひどいよね。うん、斎藤の気持ちわかるだろう。うん、<laughs> ちょっと怒り。<laughs> うん、どうしたって返しもちょっと下心あるけどね。<laughs> うん、ないよって返すもんね、普通は。うん。<laughs> ちょっとダサいボクシングをお互いやって <laughs> ダサいボクシングやってんな <laughs> ラジオネームサンバイザー仮面。僕がそれ意味あると思ったことは野球部時代の抜粧です。練習試合でエラーをした選手が <laughs>、エラーをした分ポール感、ポール感想の本数が増えるのですが、僕らの代のキャプテンが監督に、こんなことするんでしたら守備の練習した方が早くないですかと言ったところ、 例年続いていた罰走がなくなりました。ああ、キャプテンいい仕事したね。絶対に罰走よりも練習した方がいいからね。監督も柔軟だね。ここで監督変わったのかな変わってたのかなあーあー、わかるわーあー。えー、岩手県ラジオネーム、欲しいものは欲しいも僕の研究室の教授は、 教授にメールや LINE を送ると、返信をする前に必ず既読という2文字だけ送ってきます。<laughs> メールはまだしも、LINE は既読がわかるので、やはり意味はないと思います。あえ、このシステムわかってないのかなどっちなんだろうね。<laughs> 既読、自分の方ではつかないから、 じゃ、俺読まれたかどうか不安ってことなのかなどっちあ、そんなことないか。あっちに既読がつくって、分かってないのかなそんな意味わかんないよね。まだ了解とかならわかるじゃん。ねえ。既読。<笑><笑>いろいろ考えた中での、考えた選択肢の中での一番釣れないくて、ちょうどいい距離感が既読なんだろうな。この人にとってはな。まあ、でも悪い人って感じはしないけど。開いたところで読んだっていうのはちょっと違うからかな。あまあ、その自分の中で分けてんのか。 東京都ラジオネーム猫背、ね、ファミリー僕が春から働き始めた職場には他の人が書いた書類を印刷して偉い人に渡すだけの仕事があります正直書類を書いた人がやればいいと思うので意味あると思うのですがこの仕事の担当になった日はほとんど何もしなくていいのでラッキーですへーええー じゃあ他の人が印刷したメール、なんかメールとか文書とかが来たら、一応そのパソコンが使えない人のために、上司、偉い人のためにまとめて置いとくってだけで、それをどんどん見ていくってことなんか、20年前とかにはまだあった気がするけど、まだあるって珍しいよね。そんなんね。うん。ハンコ文化はまだあるってことなのかなへー。 あるんですね。面白い。引き続きメールお待ちしております。受付メールアドレスは、サクマアットマークオールナイトニッポンドットコム。サクマアットマークオールナイトニッポンドットコムです。ここで一曲、ウルフルズで遊ぼう。サクマ信びのオールナイトニッポンゼロ、そろそろお別れの時間です。 今夜の放送は Spotify のポッドキャストで無料でいつでも聞き直すことができますなお Spotify では本日の放送分だけではなく過去の放送アーカイブも独占配信されておりますので過去の放送を聞きたい方は Spotify のアプリをダウンロードしてぜひチェックしてみてください17では番組終了後には2ートークもありますそちらもぜひご覧くださいあああののー、今日あのあんまあの始ま始る前ににとか福田に あのちょっとこの2日間、仕事が立て込んで珍しく睡眠不足なんだよねって言っててだから本当に今日、ガソリンが切れたらごめんな途中、噛みまくったりしたらっていう風に事前に言ってたのここまで持ったけどやっぱ残り3分ぐらいで噛み始めた <laughs> 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 スポティファイが全然言えないギリギリ持ったけど <laughs> あとあのいや後で1段見回してもらうとあれなんだけどじゃあ俺あ俺ままりのの最初始まる前の眠さに そのなんかノーズミントみたいなやつをねあのスースーするやつを目の下に塗ったのよそしたら涙が止まんなくなって俺実は乃,乃木坂の3人来てる時ずっと泣いてんだよね <laughs> <laughs> そのその卒業で悲しい人みたいになってて実はその山下さんとかが来る前にちょっと涙が流れててこれ誤解されると思って <laughs> なんで俺うるうるしてる状態で山下さん迎えてんだっていう感じにちょっとなってたんだけどああまあでもすごいよね今日は「オールナイト」やってでリハ多分木金でや,やられて土日ドームのライブでしょ主役でで多分ね2日間やるからセットリストとかもいろいろあるだろうし山下さん出ずっぱりだろうしねねえ大変ですよねああそしてですね来週番組から大きめのお知らせがありますえーまあ ちょっとぜひリアルタイムで聞いていただきたいなと思う発表なのでお聞き逃しなくいただきたいと思います、えー、それで全ての謎が解けるかもしれません <laughs> ある謎が <laughs>、えー、愛媛県ラジオネームテトラ僕が好きなランク王国のランキングは原宿の女性100人に聞きましたギリラ豪雨でびちゃびちゃになったことがある ある69%ない31%という虚無ランキングです <laughs> あってもなくてもどっちでもいいけどな <laughs> どういうランキングだよすげえなていうかまだあんのすごいねこんだけいじってんのにラジオネーム藤原元をスマプラ参戦ネトラボのランキングですが一番古いランキングっていつやってたんだろうと思って最高の記事まで遡りましたうん 結果2020年,20年4月の「集まれ動物の森」の好きな島民ランキングが最高でしたえたった4年でもうそんなランキング虚無ってんの <laughs> いや俺も10年20年やってたと思ったけど4年でここまでなんつうのでランキングの質が下がってんの <laughs> すごいな残ってんのかなへえー 残ってんのがこれだけかもしれないねもっと前は昔はもっと激しいランキングやってたのかもしれないけどっていうは、まあということで来週いろんな発表がありまあ、いろんな発表とか大事な発表がありますんでぜひお聴きくださいあと「バトー村」あの配信ここから土曜もやりますんで土曜のね2話が特におすすめなんでねぜひご覧いただきたいと思いますえー、休み明けも皆さん頑張ってください「やろうども港に別れを告げろ要素ろテレビプロデューサーの佐久間信之でした